よろしくお願いします。原田さんです。よろしくお願いします。原田さん、簡単に自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、名前が原田光健と言います。福岡出身で、今普通の会社員をやっています。で、その中で、子供が小学生の時は少年サッカーの、コーチを4年間やっていて、その後中学生になってからは、サッカー、まあ娘なんですけどサッカーをやらなくなったので、まあ、個人の指導、まあ、個別指導という形で、パーソナルコーチという形で今指導をして3年目になります。で、年齢は今42歳です。そんな感じです。はい。福岡出身ということでアビスパサポですよね。あ、そうですね。はい。まあ、アビスパが、できる前からやってます。サポーターなのかどうかとよくわかんないですけど、署名活動とかもしてます。まあ、そういう感じで、なんか原田さん、そのアグレッシブさが僕の中では印象としてあって、まあその指導もパーソナルコーチもやられてて、今ではそのプレーも結構やってるんですよね。あ、そうですね。今はもう全然活動休止してますけど、まあはい、まあ、全然カテゴリーは普通の、まあ、僕が今住んでる浦安市の市のリーグと、あと東京都内だと渋谷区とか新宿区のリーグに参加してやってます。え、チーム何個も入ってるってことなんですか？チームは大きく分けると2つ入っていて、で浦安はシニアリーグも参加しているんで、まあ、浦安はまあその、シニア、浦安の一種のカテゴリーに参加しているメンバーの40歳以上がシニアリーグにもカテゴリー1個作って入っているので、でなんで、まあ、分けると3つかなみたいな。あ、じゃあ基本的に、まあ今はあれですけど、普通の平常な時であれば週1回、はい、2回はプレーしてるよって感じですか？そうですね。多い時は土日に、前半後半みたいな感じで週4とか5とかやる時の平日もやってると思います。午前午後、午前午後ってことですか？いや、たまに3つある時もあります、ね、2時間とかやったりする時、その時は死にますけど。で、見る、はい、応援する、やる、はいはい、全部好きってことですね、サッカー。そうですね、教えるのもなんで、まあ、4本立てみたいな感じだったんですよ。なんで、まあ、僕がその個人指導をやってるのは、自分がサッカーでやれる時間を作りたいがためにやってる感じ。はい。でも、まあ、教えることも好きなんで、続けられるかなっていうのもあって、時間、自分の都合のいい時間でやれるっていうのもあるんで。なるほど。はい。パーソナルコーチのことを、まあ僕もちょっと何度か聞いたことありますけど、はい、やっぱりそれっていうのは、もちろんチームでやることと、まあそれ、個人で教えること、だいぶ教え方とかも違うと思いますけど、はい、やってて、なんかやっぱりそういう子供の期待に応えられたりとか、はい、どんどん成長していったりっていう、それはそれでやっぱりやりがいだったり、意味が、結構あるなっていうふうに感じられますか？そうですね。チームだと全体的な、まあ、成長みたいなのも学校の先生的なところが多分あると思うんですね。まあ、人数が自分が受け持つ学年があって、でメンバーがいて、でその中でこうチームの目標っていう形に進んでいくと思うんですけど、個別指導になると、まあ、チームの目標はもちろん個々の選手で持ってもらっている上で、じゃあ個人としてどうそれに対応していくかとか、まあ、結構まあ、年齢が上がっていけば上がっていくほど、コーチとか、あと部活とかになると顧問の先生とかとの確執みたいなのあったりとか、その選手とその教える側と その意見の違いみたいなのが出てくるのと、あと教え方の違いとかでやっぱりこう納得いかないみたいなこととかも結構いるんですよね。でそういう子たち その不満とかを聞いてあげて、でそれを解消するみたいなことも僕は結構やってるので、なんか足りないところが何かみたいな、チームとかクラブとか部活とかで言われてる、要求されてることに対してどう自分が答えていけるかみたいなのを、まあ、ヒアリングした上で、でその個々の能力で何か足りない部分を伸ばしてあげるとか、で自信を持たせてあげるみたいな、うん、そういう仕事かなっていうふうに思ってます。
ってことはですよ、その、なんだろう、その、コーチとか、先生とか、監督とも違うし、はい、親ともちょっと違うし、そうですね、なんかそういう意味では、すごくそのメンタル的にもかなり重要なポジションになる可能性もあるってことですよね。そうですね、まあ、親に結構あのもっとああしろこうしろって言われてる子とかも結構いると思うんですけど、まあ、あのなるべく僕はそのなんだろう、まあこうした方があのいいと思うよっていうちょっとはそのまあこう しろとかこうしないとダメだみたいな言い方っていうのは絶対しないようにしていて、で別にその失敗してもそのまあ叱るとかそういったものもあのしないですし、あの なるべくこうポジティブなイメージを持ってもらえるように、まあ、相手にこう前向きに捉えて、なんでこれやるかっていうのをちゃんと理解してやれるような、あの なんかこう否定されると思考が止まるというか、そこであの、まあ、嫌なイメージっていうのができるんで、あと例えばそのチャレンジしようとしても、あのもしダメだった時にどうしようとかって考えると思うんですよね。でそういったものを少しずつでも排除してあげればっていうふうに考えて、あのメニューとかも組み立てたりとか、そのや進め方とかもしたりしてます。うーん、なるほど、はい。まあ、そうするとよくあの、まあ、海外で言うと遺跡とかがね、はい、小学校の年代とか小さい頃からできて、まあ、自分にこう合ったチーム、出られなくっても、じゃあ次のチームでこう輝けばいいかなとか、そういうとか指導者のそのあれと合わないと変えるっていうのが自然だと聞きますけど、はい、日本の状況で言えばね、部活とかもあったりとか、地域のこととかあったり、そういうのが簡単ではないのがどうしてもあるわけじゃないですか、はい、悪い置いといて。その時になんかこれからももうちょっとなんか重要だったりとか、そういうニーズっていうのはなんか高まりそうだなって今聞いてて改めて思ったんですけど。そうですね、やっぱりこう僕が一番あの良かったなと思った選手が一人いて、中学1年生の時にあの、まあ、親が心配して申し込みしてくれて、まあ、まず体験してもらって、で、まあ、そこでいろいろ話をしながら、であの申し込みしてもらって、で1年間ぐらいやってたんですけど、まあ、その子が、中1の時始めて、そこから、まああのまあ、最初お母さんと一緒に来てたんですけど、もうあとは1、2回来てからそれ以降はもう自分一人で来るようになって、で、あのなんであの申し込みしたのかみたいなところも含めていろいろ聞いていったんですよね。そしたらあのやっぱりこう学校の顧問の部活の先生とちょっといざこざみたいなのがあって、でなんかあの自分のプレーを認めてくれないみたいな、でなんかそれを、まあ、あの陰でこうボソッとこう先生の悪口言ってたら、それがなんか先生の耳に届いたみたいで、で先生からもこうはぶられてるみたいな状態だったらしいです。でまあそういう気持ちもそのまあもちろんわかるけど、あのそのチームの中で、まあ、今ここにいる時点でそれ以外のところってなかなかあの生きようがないよねみたいな、まあ、クラブチームとか入ってるとかっていうのはあればいいかもしれないけど、まあ、今ここでプレーができないとか、あの試合に出れなかったら自分も伸びることもできないか、まずはこう自分があのなんで先生がそう言ってるのかとか、まあ、いいことなのか悪いことなのか細かいことは置いといて、でなんでそう言ってるのか理解して、で自分がどうやって高めていけるかっていうのを一緒に考えようっつって、うん、でちょっとずつこうあのコミュニケーションを取りながらプレーを細かく細分化していって、じゃあ何をあの伸ばせばいいかっていうのは、僕もあの中学生相手に2人っきりなんでめちゃくちゃ走ったりとかでボール蹴ったりとかして、であのプレーをしていって原さんはやりたかっただけでしょ。それ最初もありますけどねめちゃくちゃセンタリング上げてやったりとかして、やりたかった自分の練習も、でもまあそうすることでこう一緒に頑張ろう的なことですよね。多分相手が大人なんで、まあ、僕のプレーキック力とかも多分見てもらったら分かると思うんですけど、結構、はい、まあ、強いんで、強すぎますよ。まあ、パスと、まあ、強いパスをこう受けてもらうことでトラップも良くなったりとか、あとライナー性のグラあのセンタリング上げたやつをヘディングさせるとかやってたんですね。それ結構あの線が細かった子だったんですけど、結構、うん、気持ち的にも強くなって、うん、で2年の途中ぐらいで、まあ、レギュラーに戻れたんですね。で、それで、あの
お母さんからも、まあ、レギュラー戻ったんで、まあ、ちょっとその、今回その、今後のトレーニングはもう一旦ここで終了して、まあ、専念しますみたいな感じになったんですよ。お母さんからすごく感謝されて。そうですね。うん、そういうのがあって、まあ、やってよかったなと思いましたけど、結構それ僕が始めて初期ぐらいの頃、1年目の半、初めて半年ぐらいからぐらい。でもそういうのはなんかいいですね。なんかしかもその本当に何ですか、一緒に導くじゃないけど、なんか指導者っていうそういう感じですよね。なんかね、その子に強い人って、まあ、僕はもうなんか好きでどうやったらいいかなっていうのを一緒に考えられればっていう感じでやっていったんで、うん、なんかもう指導っていう気持ちはあんまりなかったんで、なんか自分だったらこうするよみたいな、あとその、あとは顧問の先生と話をするときもなんか否定するような言い方をしたりするなとか、こうした方がいいよとか、こういう言い方した方がいいよみたいなのは、あとはその周りの人と話すときも逆に周りを褒めてあげるとか、自分がこういうプレーをしたときにこうしてほしいとかっていうのを何をしてほしいかっていうのをちゃんとコミュニケーションを取ってやればもっと多分良くなるからってずっと言ってたんですよね。じゃあそれもできるようになってきて、やっぱ中学生って多感なんで、なんか親とか学校の先生とかじゃない、まあ、小学生の高学年とかもそうなんですけど、こうなんかよくわかんない変なおっさんみたいな、なんかサッカーバカなおっさんみたいな話ができる相手がいると、うん、結構なんか、あく抜きができるみたいなのもあるかもしれない。だからボール蹴って、なんかワイワイやって、でちょっとずつ上手くなってる間に、なんか人間性もちょっと成長できるみたいな。うん、そういうのができればいいかなぐらいの感じで僕はやってます。それで、ね、まあね、その人生相談じゃないですけどね、親とですね、あれ先生にはできないことも多分あるし、言えないこと結構あるじゃないですか、まあ、ねえ、ありますあります。それは別、第三者の方がいいかもしれないですね。そうですね、はい、だから別に僕に言ったところで誰にこう話が回るわけでもないし、うん、だからもしかするとそのコーチをずっとやってるって人ももちろんいいかもしれないですけど、なんか原さんみたいにいろんなね経験されたり、いろんな職業やったりとかプレイヤーもやったりとか、なんかそういう人だったらもしかすると別の角度からアドバイスができたりってこともありますもんね。そうですね、まあどうしても僕が結構まあ転職結構してるのもあって、自分で仕事やったりとかもしてたりとかした時期もあって、でそんな中でこう人との付き合い方みたいな、基本的にこう相手否定したところが入らないみたいな、基本肯定した上 でなんでこの人がこう言ってるのかっていうのを考えた上で行動するみたいな。親からだと入んないんですね、多分中学生にとってはね。そうなんですよ、うん、なるほどなるほど。まあだから原さんはね、今そういうふうにすごく優しい発言をいっぱいしていただいてますけど、まあ、プレーを見るとね、まあ、今首元ぐらいからしか映ってないですけど、この下も下半身とか太ももは競輪選手みたいな太ももしてますし、なんかそれ今、あれですか、なんか後ろから湯気出てるんですけど、筋トレ後とかじゃないですよね、今ね。そうですね、これはちょっと僕の熱がこう出てるのかもしれない。お店の加湿器です、ね、筋トレしてこう熱々のまんまこれ取材っていうかね、これに答えてくれてるのかなと思って。今日は暑いですからね。まあまあ、今日もトレーニングですか？そうですね、まあ筋トレはなるべく毎日ちょっとずつでもやろうかなって、はい、であとはい、まあ、たまに嫁と一緒にボール蹴ったりとか。いや、なんか言ってましたね、はい、なんかそんな原田さんがこの指導者交流サロンでも結構ね、イベントも毎回遠くまで来てくれるし、いろんな企画、はい、忘年会なんてもう原田さんがプレゼンツでシェアリングカーだっけ、あれも近くで借りてくれて、場所も準備してくれて最高でした。ああいうのなんでそんなやってくれるんですか、サロンに。なんか自分が楽しいからやってるだけですね。なんかまあいろいろなんかそれに対してそのどうしたらいいかみたいなあんまりよく考えてはいないですけど自分が楽しかったらいいかな。なるほどなるほど、うん、まあそれがなんかみんなが楽しめることにつながればいいか、自分がもし参加したとしたら参加者側だったらこういう感じだったら面白いんじゃないかなみたいな、もっと
距離感も近くなるかなみたいなのでやってる。なんかこれからっていうか、なんかまあそういうパーソナルコーチもそんなにね、その別にサロンに多いわけじゃないと思うので、はい、そこに原田さんにとってはそういう意味では、このいろんな僕らが作ってるコンテンツとか映像の資料とか、はい、まああとそういうのってなんか役に立つことってあるのかなとか、逆になんか心配になったりすることもあるんですけど、どうですか？正直ですね、すごく役に立っていて、なんでかっていうと、僕って今1対1じゃないですか基本まあ多かったら2、3人とか、まあ、兄弟で来たりとかすることもあるんですけど、基本的にはチーム戦術みたいなのって一切まあ子供から聞くとか親から聞くぐらいしかなくて、でまあそれってそのチームごとでやっぱり違ってくると思うんですけど、まあ、何をこうそのチームが求めてるかみたいなのって僕にはこうまあ間接的にしか分からなくて、でそれをまあ実際にそのチームの中で指導されてる方から直接聞けるっていうのはすごくありがたいんですね。なんでまあそのまあ個別の指導をやり始めた時も、いろんなそのチームを指導されてる方の講演とかをちょこちょこ聞きに行ってたのもその一つなんですけど、でそれがあった上で個人だと思ってるんで、その中でどう自分が活かせるかっていうのをこう見つけ出すための一つの手段もありますし、自分がこうサッカーやってるじゃないですか、自分がサッカーもやってるんで、その中で自分を生かすためにどうしたらいいかなみたいなのももちろんあります。まあ、自分も一つのチームはプレーしてる方の一つのチームは自分が代表でやってるっていうのもありますし、もう一つはもう完全にプレイヤーとしてやってる、まあ、どっちのチームも僕は最年長なんですけど、シニアチーム以外はですね。なんでそんな中で僕が最年長のプレイヤーとして結果出すために何をできるか、まあ、そのチームを運営する側としてもそのプレイヤーとしても指導者としてもこう、まあ、結果出すためにどうす何ができるかっていうのを総合的にこう考えると、やっぱりこういろんな人の意見っていうのを取り入れた方がいいなっていうのは思ってて、その中でこう自分に合ったものとかチームに合ったものっていうのを見つけられればいいかなって思ってるんですね。はい、だからあれですよね、その、まあ、パーソナルトレーニングで応募してくれる人も、はい、要はチームがあって、はい、そこにまあ悩みだったり課題だったりを感じているっていうのを、はい、まあ、パーソナルコーチは聞くわけですけど、その時に、はい、まあ、指導者の人の、まあ、うちのサロンでやってわちゃわちゃやってるいろんな意見だったりとかが、なんかあこういうことかなとか、それが結構つながりやすかったりするときに、はい、まあ、参考にもなったりするってことですよね。そうですね、はい、僕としてはその回答できる選択肢が増えるっていう、はい、引き出しが増えるみたいな、まあ、自分がこうプレイした上でそれ実現したわけではないですけど、実体験したわけではないですけど、そのまあイメージとしてこう自分の中で今までやってきたことと照らし合わせて、あこういうふうな時はこうした方がいいんじゃないかなっていうイメージが湧くんで、まあ、それをまあ提案できるというか、結局なんかそれも仕事とつながるかなっていうふうにも思っていて、でいろんな知識をまあまんべんなくこう広く持っておけば、この人がこういう悩んでることとか困ってることとかこう解決したいことがあるときに提案できる一つの、まあ、よく横文字で言うとソリューションみたいなことって言うと思うんですけど、まあ、解決方法みたいな選択肢みたいなのが与えられるんじゃないかな。自分はまあ逆に言ったら相手に解決してほしいときにその人の持ってる選択肢が一つしかなかったら不安になるじゃないですか。本当にこれでいいのかな、うん、でこういった時はこういうふうにした方がいいっていうのがいくつかあれば、まあ、もしこれがダメだった時はじゃあこうしましょうとかっていう話の仕方もできると思う。自分に合うものがどれかっていうのが分からない時、それもなんかまあリンクしてるなっていうの、まあ、やり方がとか、あとまあ、元々やってるものが対象のものが違うっていうのがあるかもしれないですけど。なるほど、分かりました。なんか、うん、なんかやっぱだから引き出しが多いんだなって原さんはそういう感覚が今つながりましたね。なるほど。まあそれであとこれ
あのサロンショー、サロンメンバー紹介リレーというふうに言ってきましてですね、はい、まあもちろんイベントとかで知り合った方でも、とかね、もう原さんも長いこと入ってくれてるんで、そういう方でも、この人行ってくださいでも全然いいですし、逆に、なんかこういう人がいいみたいな感じで、まあ、今回そういう感じでお父さんコーチとか、そういう人いませんかっていう感じで原さん、どうかなと思って僕はお願いしたっていう感じなんですけど、はい、どうですか？そうですね。まあせっかくなんで52年組がいいんで。いいですね。52年組。これ忘年会、原さんプレゼンツの忘年会で生まれた昭和50年2年組。はい。52年度。あ、ということであれですか。52年組って、まあその忘年会で仲良くなった4人組がいましたけど、その中の誰か、はい、逆にその、それじゃない誰かですか？あ、この間ちょっと52年のメンバーで、やりましたけど、その中であればいいんじゃないですか、ね。あ、わかりました。え、いや、でもそれ原さん指定してくれません？なんか、なんか僕が行くってより、その原さんが、例えば YouTube なり、はい、まあ、なあのサロン内にもこれ見せ、配信はしたいと思うんですけど、はい、ぜひ、紹介というか、はい、したい人がいたら、この人行きましょう。あ、じゃあまあ今回やっぱりその結構回し側に回ってくれたりとか、あと個別にも僕ちょっとあの会社近いのもあって会って話したのもあるんで、まあ、あの細田さん来ました通称細やんですね。そうそう、わかりました。じゃあ細田さんに電話してみますね今。あ、お願いしますちょっと待っててもらっていいですか？うん、細田さん出るかな。これで、だからこれで何回かこうその場で連絡するっていうのどうですかって一番最初に言ったの細田さんなんですよ。ああ、素晴らしいじゃないですか。いいともみたいな感じでとかつってテレフォンショッキング。言いそうでしょ、52年組。それが自分に回ってくるって。いや、いいキャラが揃ってるんですよ、52年組はね。なので。ちょっとプロフィール写真がかっこよすぎる細田さんに出ましてみます、ね、サイズがだいぶ違うかなと思う何年か前のを使ってますね出ないし、出ませんでした。出ないです、ね、はい、まあいいです、後でちょっと連絡してみますね。はい、ということで花田さん、ありがとうございました。今日はわざわざ、はい、ありがとうございます。また引き続きよろしくお願いします。はい、次は細田さんに回します。なんか細田さんにメッセージあれば伝えておきます。あ、なんか細田さんの仕事のこととかもちょっと聞いてみたい。確かに確かに。はい、なんか 農薬関係の仕事をされてるわかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。